第六章東洋医学の真髄に迫る千島学説との出会い東洋医学の理論は現代人から見ると古色相然として非常に難しいと思われていますがそれは表現が古くなっているために理解しにくいだけなのですマリは時代が変わっても不変です現代科学はやっと最近になって 東東洋洋医学学のの奥にに秘められた東洋哲学の真理に気づきかけていると言えます。アメリカのニューサイエンス運動などもその一環ですところが戦後の日本では東洋医学の真髄に迫る偉大な学説が唱えられていたのですしかしこの学説はいまだに異端の学説として無視されていますこの偉大な学説を千島学説と言います 明治以来日本人は欧米人の学説をあり何なり無批判に信じてしまうくせに日本人の唱えた学説は無視するような傾向がありました。これは西洋医学が細菌性の伝染病や一部の急性疾患に対して伝統的な東洋医学では真似のできない劇的な効果をもたらしたためで明治時代としては当然のことでした。しかし 時代が変わった現代においては、がんなどの慢性疾患に対しては、西洋医学的治療の効果は限界があることが明らかになりつつあります。ところが、このような現状があるにもかかわらず、今の日本の医学と医療は、西洋医学、特にアメリカ医学のサルマネばかりしています。私が大学時代に目にした日本の医学論文の多くは、 欧米人の論文を参考にして基本的な発想はほとんど欧米の論文から借用して実験データを作った研究論文ばかりでしたそうでないと論文を医学雑誌に投稿しても掲載してもらえませんでしたこの結果日本人が独自に発想した医学思想は全くゼロに等しい状態ですこれに対して千島学説こそ 日本人が独自に創造した世界に誇れる偉大な学説であり、東洋医学の神秘を科学的に解明した学説であると言っても過言ではありません。私は、順天堂大学の医学生の時、森下慶一先生の書いた肉食防国論という本を読み、その中で、千島紀子先生の長官臓血説を知りました。当時は、 医学生で勉学中の身ではありましたが、この説は正しいのではないかという漠然とした印象を持ちました。順天堂大学医学部を昭和51年に卒業した私は、名古屋大学第二外科に入局し、岐阜県立田住病院に派遣され、臨床医として第一線の外科医療に身を置くようになりました。外科手術の花形は、何と言ってもがんの手術です。 ところが、早期のがんは手術で治っても、進行したがんは手術で徹底的に取り除いてもすぐ再発して死亡することが多く、さりとて抗がん剤で治る症例は一例もありませんでした。この頃から、現代の医学は、根本的に大きな間違いがあるのではないかと考えるようになりました。そして大学で 島学説について研究をしてみたいと思うようになり昭和57年に名古屋大学大学院医学研究科第2外科部門に進み再び学生の身分となりました大学院に進学したといって医学部の大学院などというものは実は全く実態のない世界で授業などはほとんどなく大学院生でない医局員との違いは 単に高いいい授業料を払っているというだけでした学生の身分であるために勤務している名古屋大学附属病院からの給料は一切なく大学から週に2日派遣される系列病院での給料と民間病院での当直アルバイト収入で生活していました大学病院には週に4日勤務し手術や診療をこなしながら 空いた時間で研究を行っていましたですから研究に配分できる時間は非常に限られていました山崎豊子の「白い巨塔」という国立大学医学部の外科教授を主人公にした小説に医学部の医局の実態がよく描かれています医学部の内幕はまさに白い巨塔に描かれている通りで 世間一般の常常識が通用しなない非常に特殊な世界です。一般病院では臨床患者さんの診療を行っていればよいのですが大学医学部には研究臨床教育の3つの分野の仕事があるのですこの3つの分野のうち研究が最も重要視されており臨床は実は大して重要視されておらず 学生の教育は雑用のように考えられていました。大学病院にいた頃の手術件数は非常に少なかったため私の外科医としての技量はかなり低下してしまいました。大学病院には一般病院の5倍以上の医者がいるため当然一人の医者に回ってくる手術も数が少なくなるのです。どうして大学病院に 医者がたくさん集まっているかというと大学病院で研究して博士号学位をもらうためなのです教授から研究テーマをもらい論文を書いて審査を通れば学位が与えられ医学博士になれるのですもちろん研究テーマは勝手には決められず教授がその決定権を握っていました当時私は教授から 抗がん剤の感受性試験の研究をするよう仰せつかりました。この研究は、がん患者に対し、どの抗がん剤が有効かを判定する方法を開発する研究ですが、がんに効く薬がない状況で、こんな研究をしても、どれほどの意味があるかは疑問でした。教授だけは、情熱を持って研究に打ち込んでいましたが、大学医局の大部分の医師たちは、 論文を書いて博士号学位を取ることだけが目的で誰も抗がん剤感受精試験の研究が実際のがん治療に役に立つとは考えてはいなかったと思います今に至るも抗がん剤感受精試験は実際のがん治療には実用化されていませんこの研究は多くの医学論文と医学博士を世に出した絵画には何だ これといった成果はなく逆に国民の税金から出した貴重な研究費をドブに捨てたようなものです。英語で論文のことをペーパー紙と言いますからこの研究は大量の紙くずの山を作り上げることに貴重な税金と医者の労力を費やしたと言えます。私は半年抗がん剤感受精試験の実験を真面目に続けました。 このおかげで組織培養や動物実験などの基本的な医学生物学の実験技術を習得することができその意味では成果がありましたしかし実験を続けているうちにその目的があまりにも曖昧で無意味なのでだんだんやる気がなくなってきました大体において初めから聞きもしない抗がん剤の感受性など調べても意味がないことは 小学生にででも分かりそうです。大学院に入学してから2年経った頃私の所属した外科医局は教授が定年退職の時期を迎えましたこの頃から医局内部で次期教授選挙に伴うお定まりのごたごたが始まりましたこのために医局内部の統制が乱れ勝手なテーマで研究をやっていても誰も文句を言わなくなりました 教授選挙の時期になると、偉い先生方は、開示文のことだけで手がいっぱいとなり、下の者の,の研究のことなど構っていられなくなるのです。これは、私にとっては、良い機会でした。名古屋大学の図書館で調べてみると、カタカナで、旧仮名図いの千島氏や森下氏の論文がたくさん見つかりました。私は毎日これらの論文や、 血液学関係の論文を読みふけりましたこの結果千島学説が正しいということに対して絶対の確信を持つようになりましたその後は抗がん剤感受精試験の研究は付き合い程度にやり目立たないように千島学説に関係した研究を行いました忙しい外科の臨床をやりながらの研究なので思ったようには成果が上がりませんでしたが それでも、日本がん学会、日本がん治療学会、日本血液学会、日本臨床血液学会などで研究発表を行い、日本がん治療学会雑誌に研究論文を載せることができ、医学博士号を取得することができました。その後、私は現在の病院に赴任し、外科医療の第一線で、 多くのがん患者の手術療法と化学療法を中心に臨床経験を重ねていますが、千島学説が正しいという私の直感は、決して間違っていなかったと確信しています。